送配信の準備を夜しててで、なんかあれ待って、体が熱いってなって、これ多分この後上がるやつだなと思って、そうだからもうすぐお風呂入って、もういつでも横になれる準備してパッて上がったら39度あってあの喉とかがノーダメだったのが一番でかいね。だから全部その猫医者さんに見てもらったら、あー喉綺麗だねって言われてあ、しまい喉綺麗なんだって本当に喉強いよね、シマハイちゃんって言って、あ、そうなんだよねって、もうなんかシマハイ喉の不調があったらちょっとイガイガするとかでも秒で猫医者行くから、喉だけは本当に。でもそれって結構正しくて、喉ライフハックみたいになっちゃうんですけど、見える部分そして見えない部分があると思うんです。で、声帯とかまで炎症がね進んでしまうとね、本当に治りが遅くなる、本当に治りが遅くなるので、あ、喉ちょっとやばい変かもってなったらもうすぐ行った方がいい。で、なんか喉の上側だから、その口側が炎症を起きてるっぽいのか、ちょっとさ首の方のが炎症を起きてるっぽいかってなんとなく分かるような子とかは、奥の方がなんか、なんかおかしいかもってなったらすぐねカメラで撮った方がいい。もうこれはマジでもうみんなに言いたいんだけど、鼻からなんか超微細カメラみたいなの鼻から突っ込んで、あの声帯を撮れる写真を撮れるんですよ、最近のね猫医者さんたちは。進んでる猫医者さんたち、だから耳鼻科耳鼻咽喉科がとか行くと撮れるんですよ。でもね、撮ったらもうすぐだから、見てもらう、それとカメラで見てもらったらもうすぐだから。声帯ってピタッて閉まるようになってんだよね。で、なんかその炎症が起きてたりとかすると、腫れてたり歪みとかで声帯がピタって閉じなくなって声枯れとかっていうのが起きるから、鼻からカメラ入れてもらって見たらねすぐ分かんのよ原因が。でってなると、効果が適面の処方してもらえるしっていうところで、だってさ奥の方が腫れてるのにさ前側の炎症を取る薬ばっか飲んでてももうしょうがないから、今のねその喉のスコープのカメラって本当に細くてね、鼻血も出ないし全然おえとかもなんねえから、マジでおすすめです。それが私はね、みんなたちにねコンコンと解きたい、コンコンと解きたいね、これだけは